クマギア,アリシャマイクロフィララムは紫化の低木。日本では琉球列島にあり、よく栽培される、常緑性の低木。葉はよく伸びた枝の即死として出るごく短く詰まった枝につき束になって生じる。葉はほぼ柄がなく、葉芯は通ら型で、長さ2から5センチメートル、基部は狭まり、先端は鈍く尖り、しばしば先の型で軽く3つに裂けたようになる。 養芯の表面には束になって出る肛毛があって、ざらつく。カキは4から6月。火除は養液から出て、長さ1.5から4センチメートルの柄の先端に1から7個の花がつく。学編は5、根本まで完全に分かれ、列編は線状皮芯型で、長さ5から6ミリメートル。果敢は白で、小径で、長さ約6ミリメートル。 先端は5辺に分かれ、それぞれ平らに開く。果実は、角下で、休憩で計4ミリメートル、熟すると赤くなる。和名は、沖縄の方言名に由来するもののようである。この名は、奄美沖の選ぶ、沖縄本島で使われており、それ以外にも沖縄各地にウクマンギや、ククマンギ、フクマンなど、類似の名が伝えられている。日本では、奄美大島以南の琉球列島にあり、 日本以外では中国南部、台湾、マレーシア、インドに分布する。低地、特に海岸近くに多い。日本では同族の種に地車の木など数種があるが、いずれも高木になり、低木であるのは本種のみである。根に甘みがあり、インドやフィリピンでは民間薬として使用されている。ただし薬効は確かではない。果実を食用にし、また葉を。 茶の代用として使うこともできる。だが、沖縄ではそれ以上に、観賞用に栽培されることが多い。生垣や、庭園樹として使われるが、樹高が高くならないので、背の低い生垣になる。街路樹の下映え的に育てる例もある。また、盆栽用にも使われる。以下、記載は、種として、佐竹穂か P207 天の P160 佐竹穂か P207 天の P161 ウィリアリナタ P283 アマノ P161 ありがとうございます。